今回バンクーバーファッションウィークに参加されているパースペクティブ東京の YOSHIKI さんと圭太さんにお話を伺ってみたいと思います。デザインのインスピレーションとかどこから来てるんですか？基本的に僕たちが生きていく中の日常にで感動したものをできたら形にしたいっていう気持ちがあって、例えば服から服にインスパイアされるっていうのはあんまり好きじゃなくて、だから要はそうです、真似みたいなじゃなくて、生きていく中でそうですね、こっちで言うと道に歩いてるジャンキーとかそういう人たちを見て、まああれですよね、あんまりいいイメージじゃない人たちなのかもしれないけど、ちょっと考え方を変えて、あ、なんかあのズボンボロボロだけどかっこよくないみたいな、そういうところに視点を置けて置いてブランドをやっていってますね。そのバンクーバーのこうイーストバンクーバーみたいにちょっと治安の悪いところを歩かれて、いろんなジャンキーの方を見てなんか刺激を受けたと先ほど伺ったのですが、どのような刺激を受けられたんですか？そうですね、基本的にみんなが持っている車が買い物カゴのカート、あれはおそらく多分車ですよねいわゆる、まあ、そこですよね。普通車は運転するのにそこあえてカートで補うみたいなイメージとしては、うん、固まった固定観念みたいなものを取っ払ってみたときに、そこで生まれてくるなんかかっこよさっていうか、そういうところをちょっと深くっていうよりは注目していきたいなっていう感じをずっと思ってます。だから要は寒さがゆえにファッションを考えずに重ね着をした結果、たまたまかっこよかったっていうのはやっぱり僕たちが何ですかね、そのファッションに侵された脳では考えきれないところを場の人たちはさらっとやってしまうので、やっぱそこがやっぱり一番何ですかね、インスパイアされるところですね。何かこう日本とバンクーバーでは違いがありますか？着ているものがやっぱ日本って割と多様性があるのかなっていうふうには感じましたね。割とこっちの人たちはシンプルっていうか、もうあまり変わり映えのない服を結構羽織ってるイメージがあって、そこだったり、あとこっちの人は寒さが耐えられる服装なのかなっていうのはいつも驚いてますね。半袖半ズボンで今でも街中歩いてるみたいな、そういうことを見ると日本ってやっぱこんなに違うんだみたいな衝撃がありましたね。コンプレックスですよね。コンプレックスはもうファッション、コンプレックスはもうファッションでカバーするしかないみたいな。そうなんですよ、やっぱコンプレックスが少ないんじゃないかな。あまり考えてないっていうのも楽観的っていうか自信があるっていうか、日本の人たちはその服によって自信をつけたり、例えば朝出るときにちょっとおめかししたりして、そこでいつもよりもちょっとだけ自信が出ればみたいな、服ってなんかそれぐらいの役割だと思うんですよ。今回このファッションウィークでどのような作品でどのようなものをみんなにこう伝えたいと思ってますか？そうです、僕たちのアイデンティティを出していく、例えば売れるとかよく思われたいとかっていうよりも、そうです、押し付けがましいかもしれないですけど、そう 見させるっていうよりも勝手に見てくれみたいな、
だからそのデザインに特化はしてないかもしれないけど、でも僕たちはこれがやりたいんだっていうことを伝えたいですね。やっぱ彼が言った通りに、あの僕たちが日頃かっこいいと思ってるものはみんな気づいてるけど、見過ごしてる部分もあるんじゃないかなっていうふうには自分は思ってるんで、そこら辺見てまあ感動してくれると思うんで、そういうふうになものを作ってきました。